やあみんな、ジョーンズおじさんだ。本日はですね、デラックスゴッドカブトレビューしていきたいと思います。早速開けていく。はい、こんな感じに入ってますね。ちょっと取り出していきますね。あ、セロハンテープでくっついてるのか。はいはいはい。ほう、2つ入ってますね、パーツが。では組み立てて遊んでいきます。はい、それでは完成しました。ゴッドカブトですね。まずですね、ちょっと注意するポイントがあって、足をですね、この6本つけていくんですが、僕ちょっと間違えちゃって、この金色の足ですね、両方ともですね、まず前足につけちゃったんですよ。これ、ね、後で説明書を見たら、こう右側は真ん中が金で前足は黒だったんで、気をつけてください。左右非対称なんですよね。今回のキングオージャーのデラックス玩具は本当に非対称が結構売りですね。ここのラインも確かにこっちには入ってないんで、はい、気をつけてください。ではギミックですね。まず忘れないうちに、これもですね、海を目指して翼を開くんですよ。おっとっとっと、こんな感じで、でこの翼を開いたこの中の部分、ここもちゃんと再現されてるのがいいですね。この前紹介したゴッドクワガタもですね、翼を開くギミックはあるんですが、このお腹の部分が再現されてないんですよね。でもう一つギミックがあって、角こうやって連動して動きますね。これ気持ちいいですね。はい、こんな感じで、ちょっとですね、ゴッドクワガタと並べてみましょうか。はいはいはい、おー、いいっすね。なんかさ、兜防具みたい。兜防具もそういえばもうすぐタカラトミーからまた出るんですよね。多分買わないんですけど、ちょっと気になってますね。チャージ3回ノーオプションバトルでしたっけ。はい、まあいいや。じゃあカブトキャナンに変形させていきます。それではですね、ゴッドカブトをゴッドキャノンに変形させていきたいと思います。まずはですね、角をこうまっすぐにしますね。そしてこの足のパーツですね、このブロックをこうジョイントを外しまして、よし、パカッと割っていきます。こうですね。でここもですね、おっと、割っていくと綺麗な金メッキが出てきます。で角を上げて挟んであげて、ここを溝に合わせていく感じですね。こんな感じにして、そして後ろのパーツをですね、まずここをですね1個スライドさせます。ちょっと硬かったんでシリコンスプレーを拭いておきました。そしたらもうこのままジョイントを合わせて足をですね整えていきます。後ろ足4本はこのようにして、前足はこのように持ってきますね。はい、これでですねゴッドキャノン完成です。めちゃめちゃでかいですね。次にですね、キングオージャーに装着させるんですが、まずテントウムシ1個外します。で外したテントウはゴッドキャノンのここにつけますね。こんな感じで装着完了です。でこのパーツを展開させますね。でキングオージャーもこのパーツを一回前の方に持ってきます。そしてこのままくっつけていくんですが、ちょっとですね、羽とこの足が干渉しちゃうんで、羽をまず、後ろにやって、前足もちょっとこういう風に逃がしておきますね。そしてくっつけていきます。こんな感じで、さらに先ほどの前足でロックします。そうすれば完成、カブトキングオージャーだー。
それでは完成しました、カブトキングオージャーですね。あのですね、もともとのキングオージャーのままだけだとすごく不完全感があったんですが、このゴッドキャノンがつくだけでもうすごく完成体に近づいた感じがしますね。すっごくあのハッタリが効いててかっこいいですね。はい、で一応ね、あの可動範囲は結構あるんで、こういう風にもあの角度をつけることができますね。で、まあ、その点その分ですね、結構あのでかい武器なんで、本当にトンボの羽とかこの足とかが結構干渉するんで、若干自由度が低いかなっていう感じがします。ただハッタリはめちゃめちゃあるんでいいですね。でさらに今剣は持たせてないんですが、後ろのジョイントにですねこうつけることができるんで、こうすればもう余剰なしで運用ができますね。しかも設置性もなかなかいいんで、このまま立たせることもできます。ではちょっとですね、この壁を支えにしてちょっとハッタリを効かせたようなポーズしてみました。なんとなくですね、ちょっといじってみた感じが、ゼータガンダムに出てきたスーパーガンダムをちょっと思い出しましたね。なんかスーパーガンダムのロングライフルみたいだなっていう、あれ結構なんだろう、長い武器で微妙に扱いが難しいんですよ、その遊ぶ時も。なんかそれを思い出しましたね。はい、でもすごくハッタリが効いてる武器なんで気に入りましたね。というわけで今回のですね、デラックスゴッドカブトのレビュー以上となります。なかなかに最初のですね、この玩具の展開から活かしますね。で実はまだですね、今これを撮ってる段階ではキングオージャーの1話を見てないので、どうなるかわからないんですけど、キングオージャー本編も面白いことに期待します。では今後ともレビュー頑張っていきますので、チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。ジョーンズおじさんでした。ご視聴ありがとうございました。